はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオは、ズームで花金について、このですね、JFND のブラッシュアップコースで、コースの、Twitter で学ぶ日本語という、そういうコースの中の一つとしてお話ししたいと思います。はい。ですね、じゃあまず最初に今日の流れはこんな感じになっていますね。最初に花金というものについて、言葉について、説明して、その後、ズームで花金というイベントについて話して、今週の、ズームで花金で何があるか、そして皆さんにも部屋を作りませんかというご提案をして、最後に課題を、申し上げます。はい、じゃあまずですね、この花金という言葉は何かっていうと、花は、植物の花ですよね。それから金は金曜日です。つまり、花金というのは名詞で、花の金曜日を略して言った語、言葉ですね。で、これちなみに1985年ぐらいにとても流行った言葉です。週休2日制、つまり、それまでは1週間のうち日曜日しか休みじゃなかったのが、土曜日と日曜日が両方休みになりました。それでサラリーマンがですね、土曜日と日曜日の休日を控えて、金曜日の夜は、心置きなく、楽しめるように、つまり遊べるようになった。そういうことを言うんですね。つまり、金曜日になったら、今日は花金だからどっか、ビールでも飲みませんかとかですね。そういうふうに使っていました。はい。じゃあ、このズームで花金は何かっていうとですね、これは日本語教師のオンラインの、自律的な集まりです。ですから、ウェビナーとかとはだいぶ違うんですね。ウェビナーっていうのはいつも、ホストがコンテンツも全部用意しますよね。だけど、これは自律的な集まりなので、そういうものではありません。参加者数は大体、まあ、これね、多い時も少ない時もありますが、先週は171人でした。申し込みがですね。はい。で、一番少ない時でも100人より少なかったことはありません。で、毎週金曜日の、まあ、インド時間で言うと、午後5時半から7時半まで、あります。ただ、毎月第一金曜日ですね。最初の金曜日だけは、3時間早いんです。これどうしてかっていうと、ハワイとか、そういう国によってはですね、この時間がもう真夜中で、どうしても参加できないっていう場所もあるんですね。なので、1ヶ月のうち最初の金曜日だけは、インド時間で言うと2時半から4時半までの2時間でやっています。でも2番目の金曜日から、3番目、4番目の、時には5番目まで金曜日がある時がありますが、そういう、その時間は必ずインド時間で午後5時半から、7時半です。で、特徴はですね、これズームなんですけど、ブレイクアウトルームがたくさんあります。今はいつも基本的に40ぐらいあるんですね。で、部屋がたくさんあって、その部屋を自由に移動できる。これがこのズームで花金の大きな特徴です。で、構成はですね、この2時間のうち最初の30分が乾杯の温度と言っています。乾杯の温度っていうのは、日本語で、いつもですね、イベントの最初に乾杯ってやりますよね。で、その時に乾杯っていう前に、ちょっと短いスピーチをしたりすることがあります。で、それを乾杯の温度と言いますね。はい。で、ですので、これもブレイクアウトルームに分かれる前に、メインルームでみんなが集まっているところで、一人の人がプレゼンをしたりするんですね。それが30分間。で、その後、この4つの時間があります。前菜、スープ、メイン、デザートっていうふうに。これが全部20分ずつですね。つまり最初30分が終わったらすぐ前菜の時間になります。これが20分です。これが終わったらスープの時間になります。これも20分です。その後、メインの時間になります。これも20分。そしてデザートの時間が20分ありますね。はい。こんな感じです。で、内容はですね、もういろんな内容があります。もう遊びもあれば、まあ遊びっていうのは例えば誕生日会っていうのもあります。この、今週ですね、今週の金曜日の、ズームで花金は8月に誕生日がある人の、そういう会もありますね。それから真面目なウェビナーのようなものがあります。ウェビナーはもう、2週間前にやったので、知っていると思いますが、ウェブでやるセミナーですね。オンラインのセミナー、そういうものもあります。それから、困っている人が質問する部屋っていうのもよくありますね。このウェビナーっていうのは何か一つの、その、
専門を持っている人が自分の専門についてそれをよく知らない人に教えてあげるようなタイプのものです。発表するようなものですね。だけど3番目は困っている人が、私はこれで困っているので助けてくださいとか、そういう質問をしたりする、そういうのですね。これももちろんこの、ズームで花金にはたくさんあります。で、この公式サイトは、bit.ly/で、ズームで花金。ここに、公式サイトがありますので、皆さんもよく、見ておいてほしいと思います。はい、今週のズームで花金はですね、これ今のところ、この3つの部屋がありますね。最初の部屋は、これメインの時間ですか？これすいません。日本時間で言うと22時15分からなので、インド時間だとこれより3時間半早いですね。はい。で、これは呪文を覚えて成績管理をするための、Google スプレッドシートの、使い方を、まあこれは私がちょっと話しますね。はい。で、それからそれとは別に、二次会っていうのはですね、ズームで花金の、公式には1次会が2時間しかないんですけど、その後でもずっとその、ズームに残っていろいろ話をしている人がいます。それが2次会と言われていますね。で、2次会のうちの一つが、思い出写真館、昔の写真見せ合いっ子っていう、もうこの子とかも、遊びに使う言葉ですね。はい、みんなで見せ合いをする。そういう、部屋もありますし、それから8月生まれの方をお祝いする会、こういう会もあります。で、これはですね、直前まで、部屋の提案があるんですね。で、3時間前まではずっとその部屋の提案が、受け付けていますから、ですから、今週この後もたくさんの部屋ができると思います。でも今私がこのビデオを録画しているときはまだこの3つしかありません。で、なので、じゃあ先週どういうのがあったかもちょっとご紹介しますけど、はい、先週はこんな風にですね、例えば、帰国後の隔離生活についてあれこれ話す部屋。これはですね、海外に住んでいた人が、あるいは海外に行ってから日本に帰ってくるときに、2週間はですね、他の人に会わないでホテルとかで待っていなければいけないんですね。それについて話す部屋。それから、これからの日本語教材開発について語る部屋。これはその日本の教材を出版している会社ですね。その会社の人が来て、私たち日本語教師の人からいろんなアイデアをもらうという部屋でしたね。これはカメラオフ、マイクオフでただ作業をする部屋。もうこれは自分の仕事をする人が、一人だと仕事がしにくいので、だけどズームでこうやって、誰かがそこにいるということがわかる。だけど、その人たちと、まあ話とかはしませんよね。マイクもカメラもオフですから。で、そういう、だけど、そこで一緒に仕事をするって、そういうものですね。これは Google スライドでライトニングトーク。これは実際の授業の一つのやり方の、体験、デモンストレーションでしたね。それから、アニメについて語ろうとか、教えてってありますよね。アニメについて教えて、欲しい人が、この部屋のホストでした。だから発表するんじゃなくて他の人から話を聞く、そういうタイプの部屋ですね。それから学習者交流イベント、日本語冒険へのお誘い。これは言葉から心へっていうインドの先生がやっているイベントがありますけど、それに似たようなイベントがここでも行われているんですね。このズームじゃなくてこのイベントをやっている人が、このズームで花金で、その日本人の参加者を、招待している、誘っているっていうわけですね。あと、花金、マイクラブっていうのは、マイクラっていうのは、マインクラフトですね。ゲームがありますね。そのゲームについて、話す部屋。それから、これは怖い話をみんなで話す部屋なんかもあります。ギター部もあるし、それから日本語教育能力検定試験。これは JLPT ではなくて、日本語の先生になるための、JLPT のような試験ですね。それを受ける人のための、部屋とか、そういうものもあります。はい、それでですね、ぜひ、この、花金に、参加するのは、ただ参加するだけだと、まあ、最初はね、ただ参加して、人の話を聞くだけでもいいんですけど、ぜひですね、皆さんも積極的に、部屋を作って、その部屋のホストとして参加してもらう、
うといいと思います。で、前にも言いましたが、この発表するだけじゃないんですよ。困っている人でも何でもいいんです。で、特にまだ経験が浅い人は、何かについて教えてくださいとか、何かについて困っていますとか、そういう部屋を作ると、そこにもっと経験のある人が来て、いろいろ教えてくれます。それから、交流したい人もいますね。インド旅行の話を聞かせてくださいとか、鬼滅の刃について話しませんかとかですね。これアニメですね。日本でとても有名で、今インドでももう、映画館でね、上映が始まったばかりですよね、これね。それから、私の学校にゲストで来てくれませんかとかね、こういうのもあります。こういうのでもありますっていうか、こういうのでも大歓迎ですね。はい。で、発表したい人は、こんな授業をしてみましたというのもいいし、それからインドの、まあ、皆さんはインドのことについて普通の日本人よりずっと詳しいですから、インドの、食べ物についてとか、でもね、インドの食べ物もまだとても広いので、もっと狭いトピックにしてもいいです。例えばインドのサーグパニールについてとかですね。もうそのぐらい小さいトピックでも全然大丈夫です。はい。それからインドのサリーとかね、服とかでももう何でもいいんですよ。はい。特にこういう発表したい場合は、まあ普通の日本人よりもインドのことは皆さんが詳しいですから、そういう内容の方がいいと思います。はい。で、部屋の作り方ですけど、まずこれがですね、申し込みの、申し込みフォームです。はい。で、ここに申し込むときに、一番最後の質問がこういう質問になっています。上記の他に、こんな部屋が欲しいという提案も、開始3時間前まで受け付けています。新しい部屋をご提案になりますかっていうふうに書いてありますね。で、ここで、はいというふうに、選ぶと、その次のページで、新しい部屋の、タイトルとか、それをですね、入力することができます。はい。で、参加方法は、さっきも見せましたけど、これが、参加のための、申し込みのフォームですね。はい。ここに、メールアドレスを送ります。で、そうすると、自動的に、このズームへのリンクが送られてきますね。ですから、時間になったら、そのリンクを開いて、ズームに参加するというわけです。はい。で、課題はですね、まあ、今週か来週か再来週ぐらい、その来、花木に参加してください。これ、毎週金曜日にやっていますからね。で、できれば、部屋も作ってください。さっきも言いましたけど、部屋のタイトルは何でもいいです。経験がない人は、何かについて教えてくださいとか、何かについて困っていますとか、そういうものでも全然構いません。はい。で、このスライドには、リンクがいくつかありますね。で、そのリンクを開くためには、この bit.ly/3yvkomn。これを、Chrome の、まあ、Chrome じゃなくても何でもいいです。インターネットブラウザーのアドレスバーにこれを入力して、このスライドを開いてください。そしたら全部のリンクを開くことができます。はい。それでは Twitter で、たくさんの日本人の友達を作ってください。で、特にですね、ツイッターだけだと顔を見ることができませんけど、今回のこの花金に参加すると、いつもツイッターでよく知っている人が、顔を見て、実際に、話をすることができますからね。それはとてもいい機会になると思います。はい。それでは私からの話は以上です。そして冒険は続きます。